フェリーターミナルにビール売ってませんでしたということで、近くのコンビニでビール買いに来ました。バカですね。ということで買ってきます。コンビニでビールを買ってきました。イエーイ。ビール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 。ということで、今度こそビール飲むためになんとかします。とりあえずね、今回は部屋に持っていかずに乗っていくという感じでございます。はい、何？どうぞ、いいよ。上に上がってきます。はい、そうです。はい。途中ガタガタで気をつけてください。はい。よいしょ。いやー、楽しい。よいしょ。ガタガタ。おっと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 。
ドン。こっちですね。オッケー。よい。おっと、サンフラワーよりは広いですね。でもまあ作り一緒っすね。はい、今回も窓がございません。でですね、ちょっとご案内すると、まあ、ベッドのサイズがどうっすかな、これ90センチってサイズかな。で、机が太陽フェリーよりもちょっとでかいですね。はい。で、テレビも同じような感じで、椅子が割とちゃんと、仕事できそうな感じですね。はい。で、コップと歯ブラシとタオル、きれいきれいについてます。で、大きめのゴミ箱もあって、うん。で、こっち側ですね、エアコンですね。エアコンも個別に空調できそうな感じですね。はい。で、ここにハンガーがあってという感じでございます。でこれがサンフランの時もあったよいしょ、小物置ですね。9時半以降お静かに願いますっていう感じでございます。はい。船内ちょっと探検したいと思っております。ここはね、展望のストリートって書いてありますね。はい。あと景色がいいところかなと思っております。自販機コーナー、清酒、ビール、いろいろありますね。7階が特別室なんですね。これぜひ7階の特別室の方に行ってみたいと思います。おっと、7階に来るとプレミアムモルツ。おそらくオルテラックス。はい。7階が特別室というような感じでございますね。はい。ちょっと下降りてみましょう。はい。6階がビュー交番と出てます。よいしょ。ポテチ、ガフライ、バタピクリームです。
ですね、カキピー、これグラスハンスのスピータスピータグミ。離線しました。あれですね、フェリー福岡2っていうやつに乗ってきました。今離線したのが20分かかってですね、5時50分でございます。はい、じゃあですね、ぼちぼち大阪の方に帰っていきたいと思います。